はい。皆さん、こんにちは。まあ、今年はちょっといろいろ料理頑張ったんで、本当に皆さんありがとうございました。いろいろ教えていただいたりとか、アドバイスもらったりとか、またちょっとライブとかでも楽しく、毎週のようにできることがちょっと嬉しく思っています。で、今回いろんな取り組みをした中で、何ですかね、この料理を作るっていうので、まあ、ちょっと初心者が挑戦するということでいろいろやってきましたが、今日一品作ります。で、鍋です。鍋なんですけど、そのこの前のライブ配信でめちゃめちゃ美味しいっていう、その成宮くんおすすめの鍋、細かな分量とかちょっと分かんないですけど、とりあえず真似て作ってみようと思います。では、はい、これが具材ですが、成宮くんの鍋、薬膳鍋、水炊きですが、まあ6人分みたいなので、ちょっと材料がちょっとわからなかったですけど、まあ3人分ぐらいやったら半分ぐらいかなっていうところでやってます。清掃6人分だとですよ、清掃60枚、セロリ丸々1個、長ネギ2本、ニラ10本ぐらいが束になってるのを、ばあちゃん開けたら寒い、みょうがが16個、みょうがあるかね、あった、隠れてた。みょうが16個、すべてみじん切りしてボウルに入れると。で、具材はアサリで出汁を取る。半分日本酒ぐらいを入れて、あとは半分水。で、材料何でもいいそうです。キノコ、レタスが美味しいそうです。ほうれん草、豆苗って僕知らなかったんですけど、初めて見ました。水菜、餃子、で、水炊きする。で、豚バラを上に敷いて、しゃぶしゃぶ、豚しゃぶ。薬味を小皿に入れて、ポン酢を多めにかけて、野菜と豚しゃぶを巻いて食べるっていう、なり鍋、作っていきます。この、カツアサリ、塩抜き剤って書いてますけど、だいたいアサリが、塩抜きって書いとっても、まあ、1時間くらい塩水に、塩水に入れて、軽くもみ洗いして、塩水に入れてちょっと塩抜きをある程度一応ばあちゃん、この少なめの水に塩を入れとったらええわ言うとったんで、これ塩で、塩があんまりないけど、どれぐらい入れてるかわからん、適当で、あとは薬味をボウルにひたすらみじん切りということなので、まず大葉をみじん切り、大葉、清掃50、10、20本ぐらいだ、20個ぐらいあるのかな。ではでは、必殺みじん切りを、今年はもうみじん切りに始まり、みじん切りに終わりました。言いましたっけ、フードプロセッサーを使ったら楽やで、成宮くん言ってましたね。ではどう切っていこう、適当にザクザクザク、で、あとはひたすらみじん切りにしていきます。よし、ほんで次は何、セロリ丸々1個、6人分でセロリ丸々1個ってことなんで、6分の1やからどれぐらいする、これ重さで見たらいい、あ、これ電池なかったんちゃうか、このタニタさんの、ダメですね。よし、
6分の1なんで、セロリって葉っぱもですよね。葉っぱもやね、多分。長ネギが、6人分で2本分ってことなんで、1人分だと1本でええかな。じゃあ3人分だと1本か。目にめっさしみる。あらかたできたかな。わ、セロリ臭がめっちゃする。2玉ニラが10本ぐらい重なってるの2束言うてたんで、ってことはこれ10本ぐらい重なってるのが2束ってことは5本ぐらいのでいいんかな。あんまりニラ生で食べるんで多すぎたら気持ち悪くなっちゃうって言ってたんで、おー、ええ音、新鮮そうなええ音が、シャキシャキシャキ、よし、いいでしょ。みょうが、みょうが、高知みょうがって書いてる。みょうがみじん切りします。ミョウガいつも見たら、あの犬夜叉のあのアニメのガミョンって言ってたキャラクター思い出せへんけど、ランマ2分の1に出てた八方斎に似てる。よし、切れてない部分もあるけど、まあいいやろ。はい、みじん切りのやつは一応できましたね、これでは。焼肉の時とかばあちゃんこれにあの野菜入れとったんで、これに入れとこう。なのでこれ、うわー、洗剤入った。大丈夫これ、あさり嫌やな、なんか洗剤のけとこ。キノコ、レタス、ほうれん草、豆苗、水菜、餃子。よし、じゃあまず適当にレタスから。どれぐらい使うかもこれも謎でございます。これ食べやすい大きさにちぎってたよね、なんか。レタスってあんまりちっちゃくしたらちっちゃくなりすぎる。よし、レタス切って、
で、これほうれん草もびっくりした。俺鍋にほうれん草入れるとか初めて聞いたんで。ちょっと具材いっぱいあるんで、これ2つぐらいにしときましょうかね。2束ぐらい。緑用、はい、すごい塩かと、レモン、ほんほら、ね、豆苗、エンドウ豆、グリーンピースの若菜だって、鍋に、あ、豆苗と豚肉のしゃぶしゃぶって混ぜるみたいですね。これで絵も載ってる。清潔な容器と飲用水を用いてください。1日1、2回水、うん、おまけの楽しみ方、最終核、残った根元を水に浸しておくと新しい根が出てきます。なるほど、これほかされん。どこ行ったん俺、この下どこ持ってた、下入ってた、あ、このカツアサリのやつに入れておこうか。多分こっから上を切って、今度使ったらいいねんな、多分。で、洗ったらいいか。豆苗。どこにあるとこ。ここにあったから、豆苗、本当水菜、これぐらいなんで水菜全部使っちゃいましょうかね。水菜もこれこうやってやっとったら綺麗。キノコとりあえずわからんので椎茸買ってきましたけど、お、すごい超太いこの軸、すげえ。でこれ見た目が綺麗なのでここバッテンにしてこう、あの絵になるように、こんな感じで、なんか切れ込み勝手に入ってたけど、やってないのに。あとはこう野菜も切ったんで、あとは鍋をしていくだけですね。OK! ではできました、なり鍋の具材、これと薬味とこれでいいんでしょうか。ほい、まあまずこのアサリをずっと入れとったのをちょっと綺麗に洗います。アサリはばあちゃんよくこうゴリゴリと2人で出汁を取る。半分日本酒ってことね。この土佐鶴新酒入れていきます。ソプって言ってくださいねいや、こんなもん
日本酒で生アルコール飛ぶよりも酔ったりせんへんのかな。よし、残りは水を、これ水入れすぎかな、飛ぶからええかな、こんなもん入れすぎ、これで出汁を取ると。水入れすぎかな、いい匂いがしよう、うん、日本酒だいぶ入れちゅうけ、この鍋ちょっとばあちゃんらどうかわからんけど、これさっき食べてみようかと思って、薬膳鍋、後で食べる薬膳鍋、この上の泡すくって捨てたら、すくうけど、これらはもっと沸騰してから入れるもんやのか、グー入れちょかんというかな、グーってグーって入れちょく、もう沸騰してから、だし取れてから、このそうやね、だいたいね、どっちをほんで、これがさっき出汁が取れてから、いや、このな、竹肉いものはさっき入れといたらええ、竹肉もある、この中に椎茸、椎茸って炊きやすい言うて書いちょったよ、なんか、うん、おばあちゃんはよく炊くけどね、うん、なんで、もう入れちょくもん、これ、え、もう入れちょくもん、これ椎茸は入れちょいたらよ、いや、他のらもう入れるもん、いやいや、まだそうやったらやめちょくは一緒に入れる、おばあちゃんも今日あんまりちょっと沸いてきたから弱火にしよう、これアクが出てしょうがないけど、これいつのタイミングで入れたらやろう、他のもアクが出なるまでアク取る、もう広がったアクって、よアクってこれ、あ、それあかんな、それアクじゃないや、アクじゃない、うん、それはかなんと思う、もう口開いちゅう、じゃあもう仕上げていいか、入れないかん、材料全部入れててええがやろか、椎茸先入れないか、いや、だからこれ全部入れてええがやろか、これよし、ちょっと入れて、ほうれん草は一番炊きやすい、レタスは、レタスも早いの、水菜とかが細い、水菜はさっき入れたら、水菜先、ほうれん草出そうか、じゃあか、もう出せへんよ、で、これナッパはだいたい釜いかんじゃないのか、わからんけど、うん、まあ、いろいろ入ったということで、で、この高知ならではのルーカフェチェさんのポン酢をしっかり振って米豚を乗せていきます。元俳優の成宮君おすすめの薬膳鍋、成鍋できました。おお、ではでは、では今年1年もありがとうございました。ではちょっとせめて鍋の時はおビール、まずはお疲れ様でした、今年1年もありがとうございました、はぁ、うまい。でまずこの豆苗って初めて食べないけど、豆苗巻いて、そしてちょっとほうれん草も入れてやね、ほんでこの薬味、いろいろ超入った薬味、ポン酢をしっかり多めにつけてって言ってたので、これを、巻いて、よし、こう巻いて、食べます。なり鍋。どうでしょう。その前におつゆを飲んでみよう。よし、いただきます。豚肉は火を通しなさいよ、うん、うん、豚の旨味とこの出汁の、日本酒と出汁の旨味はわからないですけど、この薬味がええ感じに、このなんちゅうかな、あっさりして美味しい。
はい、いただきます。2つ目、薬味がいろいろ入っていますけど、薬味がきつくなく、セロリとかいろいろ入ってるけど、あんまり嫌な感じはしない。うん、確かに体に良さそうな気がする。そう、レタス美味しい。うんうん、いろんな薬味が入ってる、風味味わいがいいですね。確かに、確かに何本でもいけそう。ちょっと火を弱めにするか。まあ野菜ようけ使ったけど、まあまだあるので食べるのであればおばあちゃん入れるでしょう。椎茸もうええよね、多分。キノコ、ヘルシー、カロリーゼロ。おいしい。ちょっと野菜クタクタになりそうなのに切ります。で、蓋しとこう。あ、ごちそうさまでした。はい、今日はあの元俳優の成宮弘樹くんのおすすめ薬膳鍋作ってみました。すごいなんか思ったよりあっさりしてて、まあ体も温まるっていうのと、本当あっさりしててすごい美味しく食べれましたね。うん、なんかみんなでやったらまた楽しく鍋をできそうな気がします。はい、今年1年締め、僕の最後の2021年最後の料理は成宮このり鍋でした。はい、今年もいろいろちょっと料理に挑戦できて、今年はもう嬉しかったです。ありがとうございました。で、ライブとかもやって楽しく1年過ごしてました。また皆さんお体にも気をつけて、感染症に気をつけながら来年もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。よし、はい、見せて。それルーカフェチエさんのこの柿醤油ポン酢をこの薬味にしっかりつける。このくらい、ダブダブ。うん、この肉で巻くが、そう、肉で巻く、そのいっぱい入れたタレをそう乗せて、ほんで食べて味わいをどうかという薬膳鍋。まあ正直に
ょっと火がきつすぎる。じゃあ4話目って感じね。うん、美味しい。どう実際、正直な味。いろんなものが入っちゅう、その薬味。うん。あ、そう。これほんで。日本酒とか入れちゅうけど、余裕はせんね、確かに。でも、体温まると思う。でも、どうなしたら弱なんだ、アルコールは。ほんで、おじいちゃんと一緒に食べるけど。はい。はい、失礼しました。おいしい。よかったです。うん。うん